マービン・アンダーソンは、ジャマイカトレローニー教区出身で短距離走が、専門の元陸上競技選手、400メートルリレーの元ジャマイカ記録保持者。2007年大阪世界選手権、男子400メートルリレーの銀メダリストである。10月に、サンティアゴで開催された世界ジュニア選手権に、出場すると、男子200メートルの2次予選を20秒94。 準決勝20秒84と共に自己ベストで突破したが決勝では21秒06とタイムを落とし6位に終わった。400メートルリレーでは予選と決勝の両レースでアンカーを務めるとマイケル・フレーター、オマー・ブラウン、ウィンストン・スミス、アンダーソンのオーダーで臨んだ決勝は40秒07をマークしての5位に貢献した。 チャンプスの男子100メートルと200メートルで優勝し、この年のジャマイカ高校最優秀選手に選出された。7月にリオデジャネイロで開催されたパンアメリカン競技大会の男子200メートルに出場すると決勝では20秒37をマークして優勝したブレンダン・クリスチャンに0秒01差で敗れ、惜しくもシニアの主要国際大会初タイトルを逃した。 8から9月の大阪世界選手権でシニアの世界大会デビューを果たすと、男子200メートルの2次予選を20秒13、準決勝を20秒06と、共に自己ベストで突破。初出場ながらファイナリストになったが、決勝では20秒28とタイムを落として6位に終わった。400メートルリレーには決勝のみ出場すると、アンダーソン、ウサイン・ボルト、ネスタ、カーター。 アサファ・パウエルのオーダーで望みジャマイカ記録となる37秒89をマーク。アメリカには敗れたものの2位に入り、世界選手権男子400メートルリレーでは1987年ローマ大会以来20年ぶりとなるジャマイカ勢へのメダル獲得に貢献した。8月の北京オリンピックでオリンピック初出場を果たすと、 男子200メートルの一時予選を20秒85の組3着で突破。しかし、一時予選で負傷した影響で、二時予選は走ったものの途中棄権した。6月のジャマイカ選手権、男子100メートル決勝で10秒07をマークして4位、200メートル決勝では20秒63をマークして3位に入り、8月のベルリン世界選手権代表に選出された。ところが、 ジャマイカ選手権のドーピング検査において、ジャマイカの国内機関では禁止されている興奮剤に陽性反応を示した。この興奮剤は、世界アンチドーピング機関の禁止薬物リストには入っていなかったが、ジャマイカ陸上競技連盟はドーピングに関する聞き取り調査を終えていないとし、陽性反応を示したアンダーソン及びヨハンブレイクラの5選手を、 ベルリン世界選手権に出場させないことを決めた。9月にはアンダーソンを含む4選手に3ヶ月間の資格停止処分が下った。2013年以降は右肩骨疲労骨折のためシーズンの大半を棒に振るなど怪我に苦しみ、10月22日に現役引退を表明した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風、タイは向かい風を意味する。 備考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。